今回で第23回になりますかね、まあ、安田塾という私の名前を取った塾になっておりますけど、今日は初めていらっしゃる方が結構多いんで、ちょっとだけ会の趣旨をお話ししておきますと、たまたま私が教えた学生たちが私が、2008年の定年になりました時、私を囲む会というのを作りましてですね、で飲み会をやってましたんですけど、それじゃあ面白くないからもうちょっと何かやろうかということになって、特に学校の先生方の、まあ、いじめの問題とかですね、今は取り巻いている学校の諸事情について主に話し合う会でありました。ところが徐々に変わってきたのは福島原発で、まあ、私自身が元はエネルギー産業にもいたこともありましてですね、まあ、絶大な関心があったもんですから、まあ、事故がある前から関心があったんですけど、それで時に臨時のあれが3月でしたけど、4月にハイバイトそういう集まりになりましてから、どうも小中高の先生方もそういう態度設定が迫られるリアルな、この場合によってはイデオロギー的な問題になりますから、ちょっといろいろとこう分かれてきたなという感じがありますね。そうこうして私自身が今までに知り合った人脈の中で、まあ、私ももうあと何年生きれるのか知らないけど、好きなことやってやろうと思いましてですね、会社時代、大学時代、アメリカ時代のそういう知り合った人たちに、まあ、自由に話をしてくれっていう会に至ったわけです。でそれで今回で、まあ、23回で、まあ、いろんな広がりの中で私自身原田さんのことの名前は全くご存じ上げておりませんでした。ただ、まあ、冤罪のこととかですね、そういう問題には当然関心がありましたん でそういう中で、まあ、今日いらっしゃってる杉山さん方が私の集まりにも何回か来ていたものですから、まあ、紹介があってですね、じゃあそれで行こうということになって、まあ、今日に至ったわけです。それはいいんですが、予想外に関心がやっぱり強いんだなと思ったのは、昨日と一昨日にかけてかなりの、まあ、メールが入りましてですね、ブログを立ち上げてるんですけど、そこにこれから行っていいかということで、だから大いに結構です。ただし座れるかどうかちょっと微妙な問題があったんですけど、まあ、場合によっては椅子を持ち込めばなんとかなるということで、どうやら40数名ぐらいに今なってるんじゃないかと思うんですね。まあ、ちょっともう少し遅れてくる人たちがいると思いますけど、それぐらい原田さんの、まあ、著書をお読みになった方もいらっしゃるし、それから講演をこれまでに聞いた方もいらっしゃるようですね。まあ、冤罪というこの時代を、まあ、の中で、今の時代の中でですね、冤罪にこう関心あるというところをちょっと私なりにですね、ちょっとお話をしますと、時間はたっぷりありますので、一応4時半ということです。5時までに開ければいいんです。でいつもちんたらかんたら私が喋ったり、まあ、皆さんが自由に喋る会でありましたんですが、今日は、まあ、まとまって原田さんからお話を伺いますけど、時間は十分ありますので、ちょっと前座をですね、私、引き受けて、いつも私の学生時代の教えた学生たちに喋るような調子でちょっとお話をしますと、私は原田さん の経歴を見ながらちょっと近いんだなと思ったのは、原田さんは北海道の札幌の出身なんです。私はその近く の八海沢というところで生まれて、そして札幌を経て東京に来ました。でその時昭和38年にですね、まあ、皆さんご存知かな、3月に吉野ちゃん事件というのがあったんですね。村越吉野ちゃんで、確か何歳でしたかね、5歳か4歳ぐらいだったんですかね、大東区の入谷でしたかな。でその時にその犯人が小原保つですかね、電話を入れると身代金をよこせと、確か50万円だったんですかね。それで何回か電話してる間に4分以上やると録音できるんですね。それ引き延ばしをやってて、その録音テープを警察の方で取って、それを公開したんですよ。でそれの声がですね、いろんなところでラジオとか入って、私はたまたまその時床屋でやってたら、床屋でその小原保つらしき声が入ってきたので、強烈に覚えてるんですよ。ああそういう事件かなっていうことで、それから間もなくですね、5月に狭山事件が起きたんですよ。でこの
小原の時にその50万円 の, その身代金の時に渡すぞというのは確かお母さんが言ったのかな。ところがその張り込みをしたにもかかわらずみすみす逃してしまったんですね、あの刑事が。でそれで大失態ということになった。その焦りがあったのか裁判事件も同じような問題になっちゃって、これは確か中田義恵という高校の1年生ぐらいの女子学生でしたかね、まあ、やはり最終的に殺されたんですけど、結局これはあの石川和夫っていう、石川和夫でしたよね、確か23歳の若者だったんですが、いわゆるその非差別部落、まあ、俗に言う部落民っていう、それで確か逮捕状をなくして強制執行に近いものすごい勢いで警察が張り込んで捕まえたっていう事件だったと思うんですけど、大騒ぎになりましてね、私はその時にあの島崎藤さんの「破壊」っていう本はここじゃに読んでたんだけど、ブラックミンっていうの問題がいまいちその実感としてわからなかったのが、それで非常に身近に感じた。でそういう事件で、それもこれは20万円でしたね。20万円を渡そうとした時に、それもやっぱりみすみす逃してしまったんですね。で逃してしまって、その後にその石川和夫の逮捕に踏み切ったんですけど、まあこれが、無期懲役になって、そして三十何年間ブタログに入って、まあ、仮釈放になったんですね。一応刑に服して、しかし今再審を求めてですね、今現在。でこの事件って何だったのかなってことに関して、まあいろんな話があって、私これかなり読んだんですね。野間宏氏 の, 柳波新書なんかでも筆跡鑑定の問題だとかですね、まあ、いまいちよくわからんことが随分あるんですけど、まあ、それにしても昭和38年、まあ、大変な事件でして、昨今 の, 神戸の事件とかああいうのと どう違うのかな、どう似てるのかなとか思いながらね、ずっとこう冤罪問題、まあ、冤罪だけではなくて、なんとなくこの今の日本が、まあ、いろんな人の声が聞こえてくるんですけど、閉塞感が漂っていると、まあ、場合によって息苦しいと、いつぐらいからこういう時代始まったのかなっていう声が、まあ、あちこちに出るんですよ。たまたま一昨日ですね、私アメリカ の, コロンビア大学という、まあ、ニューヨークにある、まあ、ハーバードと並んで結構まあ知られてる大学だと思うんですけど、そこにまあ、しばらく滞在しました。でそれで日本同窓会っていうのがあるんです。であちこちの集まりをやってましてですね、一昨日特にビジネススクールとロースクールの関係者の集まりで、私は学生として行ったわけじゃないんですけど、メールが入って久しぶりに行きましたら、やはりその日本 の, その状況と、それから今アメリカがね、今大変なやはり状況になってて、シリアの空爆に踏み切ったあたりのところで、今アメリカはそれをどうするかで相当激しく、特にオバマもえらい評判悪くて、もっとシリアの問題早く手を入れるべきだったのに、今頃になって空爆がどうだっていうような騒ぎになってるそうですけど、そういうものと比較しながら一言言いますと、第三次世界大戦ね、どうもそのあちこちに、実はそのコロンビアだけの集まりじゃないんですけど、第一次大戦が1914年に始まりましたね。ちょうど2014年で今100年なんですよ。で第一次大戦が18年に終わって、で第二次大戦が1939年に終わって、45年になって、で実はこれその他のヒトラーなりが登場してきたんだけど、これは言ってみれば第一と第二は連続してるんだと。それで31年戦争というホブズ・ボームという歴史学者が言ってるように、連続して捉えないとその時代はよく見えないっていうんですね。でウクライナの今問題起きてますね。あれはまあ第一次大戦の頃 の, セルビアとかのあそこの、バルカン半島ですね、あそこら辺の問題非常に似ていて、反スラブと反ゲルマンの争いとかですね。それにさらに不気味なのは、今イスラム国っていうのはこれは半ば横断的にその、イスラム教の中でナショナリズムを引き起こす、必ずしも彼らはナショナリズムの動きではないけど、そこら辺をぐちゃぐちゃにするようなことになって、それで今グローバリゼーションで世界中が今資本主義の進出があるんだけど、ナショナリズムの動きも逆に出てきてると。スコットランドなんかの動きどう見るのかっていう話も含めてですね、それからまあ日本はあまり少ないんだけど、沖縄もちょっとなんとなくこうあれ起きてますよね。まあ、中国も言うまでもなく、どうもその第三次世界大戦の予感をするんじゃないかっていう声があるんですよ。
コロンビアの集まりもちょっと出てました。それで最後にちょっと締めくくりたいのは、これはこの前こちらにいらっしゃってる橋本さんの案内で日本ジャーナリスト会議っていうのに出ましたら、室武二というですね、元朝日新聞の記者で、戦争に終わった時、確か太平戦争終わった時30歳ぐらいでしたかね、朝日新聞の無責任な当時の報道、これ朝日新聞だけどどこもみんな同じだったんですが、責任を取って一人だけ辞めたんですよ。彼は辞めて、それで秋田県 の横手市で週刊新聞の松明というのを出したんですね。その方はまだ健在で、なんと99歳で、ものすごいはつらつたる声で講演しておりましたけど、やはり第三次世界大戦の話を触れるんですよ。実はさらにもう一つ言いますとね、この集まりのきっかけになった、その元になるそのところは、その同志社大学に浅野っていう、メディア学科の教授がいて、これは私の大学時代の4年ぐらい学年下なんですけど、彼はその犯罪報道の犯罪っていう、そのやっぱり冤罪だとかそういう問題で注目されていて、いろんな本書いてるんですね。その浅野っていうのが、今その大学の中で自分自身が変な事件に今巻き込まれて騒ぎになってるんですけど、ちょっとそれはともかく、今年の1月に自分の大学で習った恩師の白井敦史という教師を呼んで、これはだから私の恩師にもなるんですけど、彼は今83歳か4歳ですかね。そこで戦争中 の慶応大学における学徒出陣のことを彼はいろいろ調べたんですね。戦争中に大学の学徒出陣で死んだんですけど、それを調べてる大学ほとんどないですよ。明治学院がちょっとぐらいで、この国はちょっとやっぱりいい加減な一つの例として、その大学でその学徒出陣した実態がよくわからないで今日に至ってるっていうのはちょっと驚きなんですけど、彼はその慶応大学で2000数百人死んだ、それをいろいろ調べたのね。その講演をロシアでやったんです。その時に彼も、実はその時私いなかったんですけど、インターネットのあれで送ってきたので見てましたら、やはり1914年の第一次大戦と、そのホブスボーモンを読んでるのかどうか分かりませんけど、何か似てきてるんではないかという話をしておりました。実はこういう話はあちこちに今満ち満ちておりましてですね、でそういう中でこの冤罪っていうような問題がいろいろ起きてきている、この問題の背景、原田さん、この前 の YouTube 見ましたら、秘密保護法との関連の話もしてたようですけど、何か我々一人一人がどうもね、試される時代が来てるぞと、単なる器具に終わればいいんですけど、どうもここいつぐらいから始まったんでしょうかね。ちょうど私は2000年にアメリカに行ったんですけど、その時にアメリカでやはり日本人の講演会で、バブルが弾けたあたりからおかしくなったという説を唱えている人がいましたけど、そこら辺の線引きは分かりません。しかしいずれにしても、なんとなくこう息苦しくなってきた、ある種のこう閉塞感という状況があるんじゃないかと、という中で、私たちのこの集まりもですね、そういうことも時々考えながらですね、いろいろ勉強していきたいというのが趣旨です。今日も小中高の先生少ないながら来ておりますので、後で2時間の席でもしお会いできればと、改めてそこでゆっくりお話したいと思います。そういうことで原田さんにちょっとお願いしたいです。